翔くん以外のニュースを見失った日、紫輝くんの人気が突如として明らかに、彼の才能は偶然ではない紫輝くんの成功に隠された真実。携帯電話の画面を覗き込むと、そこにはまばゆいほどの輝きがあった。私の友人たちも見たことがないくらい、その光は華やかで、まるで紫の輝きで満ち溢れているかのようだった。どうしてこんなにも幸せな気持ちになれるのだろう以前の私は、 このような日々が訪れるなんて夢にも思わなかった。不安と絶望に満ちた日々は、果たして幻だったのだろうか。今では本当に、毎日が感謝の気持ちで満ちている。今日の X では、携帯に紫輝くんの写真がいっぱいですが、何の祭りなのかなでも、みんなが彼の写真を共有していて、突然のことで、翔くん以外のニュースが見えませんでした。笑い、彼はとても素晴らしいですよね。 たった半年で彼の才能を証明し、ますます尊敬するようになりました。私の携帯電話のカメラロールも、壁紙も、そしてスマートウォッチも、すべて紫の輝きで満ちている。彼に会えないと思って泣いていた自分が、びっくりするほど早く彼に会えるようになるなんて、夢にも思わなかった。そして今、彼に会える喜びで、私の日々はますます彼の存在に包まれていく。 過去の絶望的な日々が今や幻想のように感じられます。私が感じるこの幸せは思っても見なかったほどの速さでやってきました。毎日が感謝の気持ちで溢れています。この幸せな日々がいつまでも続くことを願ってやみません。紫輝くんに会えないと思って泣いていた自分にはびっくりするほど早く会えるようになりました。今まで以上に紫輝くんでいっぱいになるように手伝えたいです。 そして、こんなにも早く紫輝くんに会えるなんて、自分でも驚く。彼の存在に感謝しかない。携帯電話のカメラロール、壁紙、スマートウォッチまでもが、紫輝くんで満ち溢れている。今日の X では、携帯電話には紫輝くんの写真がいっぱいだった。何のお祭りなのかはわからないが、みんなが彼の写真を共有していて、突然のことだったので、他のニュースは見えなかった。笑い。 彼は本当に素晴らしいね。たった半年で彼の才能を証明し、ますます尊敬するようになった。今日の X で、携帯にあふれるほどの紫の輝きがあった。一体何が起こったのだろうかでも、みんなが彼の写真を共有していて、その瞬間に突然やってきた。他のニュースが見えなくても笑ってしまうほどだ。笑い。彼は本当に素晴らしい存在だよね。たった半年で彼の才能が証明され。 ますます尊敬されるようになった。彼に才能がないという人がいるかもしれないが、そんなことはない。先日、友達が、あなたの紫輝くんが日本で一番人気だよ。あまり気にしてないから放っておいたよ。だって私にとって紫輝くんはいつも私の心のナンバーワンだから、と言っていた。でも今日は、その友人も反省しなければならないだろう。紫輝くんが本当に日本で一番人気だということを、 携帯電話の中に溢れる紫輝くんの魅力には、どんな魔法が隠されているのでしょうか実は、彼の魅力について考えると、新しい発見が待っているかもしれませんね。私たちが彼に見せられるのは、ただひたすら感謝と敬意だけだ。彼の輝きを前に、私たちはただ見とれるしかない。紫輝くんの成功は、ただ彼の個人的な業績だけではありません。 彼の物語は、夢を追い求めるすべての人々に希望を与えています。彼の努力と情熱は、多くの人々の心に触れています。彼の成功は、単なる個人的な興味ではなく、国中の感情を揺さぶるものです。彼の物語は、私たちに何を教えてくれるでしょうか。彼の成功は、どのようにして成し遂げられたのでしょうか。彼の物語は、私たちに勇気を与え、希望を出させます。 私たちは彼の成功を称賛し、彼の努力を尊重しなければなりません。彼の輝きは、私たちすべてを照らし、未来への道を指し示しています。最後に、彼の物語は、私たちにとって永遠のインスピレーションとなるでしょうか彼の成功は、私たちに新たな可能性を示してくれます。私たちは彼の足跡をたどり、自分自身の夢を追い求める勇気を持つことができるでしょうか 次なる挑戦に向かって、私たちは彼の物語から学び、成長することができるでしょうか